はい、こんにちは、テイクアールですえ。今回はですね、テイクアールが使っている、えー、工具で非常に便利なもの、使いやすいものを3種類ご紹介していきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。 はい、えー。で、まず最初にご紹介するのがこちら、タイラーという商品なんですけども、これは何かというとですね、このような感じで紙やすりを貼り付けて使う、まあ、ベースのようなものですね。で、あのー、昔はですね、あのー、こういった角材に、こういうふうに、えー、まあ、あのー、自分のこれからやりたい工作に合わせた角材をまず用意して、それに紙やすりをつけて、えー、削るっていうのが、 まあ当たり前だったんですけども、最近はですね、こういったタイラーとか、他にもいろんな商品が出てまして、まああのー、わざわざ自分でこういったものを用意しなくてもいいようになってます。で、あのー、その中でもテイクアールが一番気に入ってるのはこちらのタイラーで、まああのー、持ち手の形状が持ちやすいというのと、あとですね、タイラーとは言う、 てるんですけども、平らじゃないんですよね、ここが。あの、少しだけ湾曲していまして、これっていうのは、例えばなんですけども、え、ま、こういったところをですね、こう削るときに、どうしてもですね、人間っていうのは、あの、こういう風に削ってしまうんですね。なので、少し角が丸くなってしまいがち。だけど、これを使うとですね、その分が相殺されるようになってますので、 とまあ、このようにして普通に削っていくと、あの、まあ、平らになりやすいということですね。 はい。で、こちらのタイラーはですね、あの、最初から紙ヤスリがここに貼り付けた状態で、ま、あの、いろんな番手が売ってるわけなんですけども、当然紙ヤスリなんで、あの、使っているうちに削れなくなってきます。で、削れなくなってきたらこれを捨てるのではなくてですね、これを剥がして、このような形で一度剥がしてですね、また再利用するわけなんですけども、今回はですね、便利な再利用の仕方をご紹介したいと思います。 はい、えー、で、ちょっとまず先にこちらのですね、汚い字で240って書いてあるのこれはですね、あの、テイクアールがハンダゴテで溶かして、240っていう形で書いたものです。こうしておかないとですね、どれが何番だったかちょっとわかんなくなってしまうので、あの、マジックで書くと、あの、シンナーとかついてすぐに消えてしまったりするので、このような形で、えー、ハンダゴテで彫ってます。で、次ですね、こちら、えー、紙ヤスリを貼り付ける作業をやっていきます。 はい、えー、でテイクアールがいつもやっているのはですね、このような形で、まず両面テープですね。両面テープを用意して、ここに貼るわけなんですけども、まず貼っていきます。はい、えー、このような形で貼ります。で、当然、この剥離紙を剥がして、ここにですね、直接、えー、紙やすりを貼り付けても、まあ ダメじゃないんですけどももちろんそれでもいいんですけどもそれをやっちゃうとですねまた紙やすりが消耗してあの使えなくなった時にこの作業を何度もやらなきゃならないので非常に手間がかかるんですねなのでこの上にマスキングテープを1枚貼りますでマスキングテープをですねこっちの当然あの 裏側、粘着しない側をここに貼ります粘着面をこっち側にして貼りますちょっと貼っていきますはいこんな感じでここをはい、このようにしとくわけですねこうすることでこれ240番なので240番の紙やすりを用意して はい、えー、で、この240番の紙やすりの上にですね、このタイラーをこのような形でピタッと合わせて、あとはカッターナイフで切ると。こうですね。はい、えー、これで240番のタイラーが出来上がったので、これで作業をしていきます。で、これが削れなくなったらですね、こちらの方がマスキングテープになってますので、何回も貼ったり剥がしたりできます。なので、これを剥がして、またここにつけて、えー、これを切り出すと。 その作業を繰り返していけばですね、ここの粘着面がかなり弱くなるまで簡単にですね、紙やすりを付け替えることができますので、非常に便利かと思います。はい、えーで、あとはですね、この取っ手がどうしても邪魔になる場合っていうのがあるので、取っ手をですね、削り落としたものを一本用意しています。なので、こちらの方にですね、紙やすりを付けると、かなりですね、細い隙間にこう入れて、削り作業をすることも可能になります。 はい、えー。それでは次にピンセットを紹介したいと思います。ピンセットはですね、このタミヤのものを2種類使っています。まずこちらの方ですね。こちらの方はですね、まあ、あのー、少し大きめで、えー、平らなものなので、まあ、大雑把な作業とか、あとは、あのー、デカールを貼るのに、まあ、たまに使ったりする程度ですね。で、メインで使っているピンセットがこちら。えー、先が曲がって、 ててていいでですすねあのの非常に先端が細くなっているものですでこちらのピンセットなんですけどもこれはですねまあ、購入後に、まああの使ってるうちに先端の形状がちょっとあの変わってしまったりとかですね削れてしまったりということがありますので、えー、刃物を研ぐように常にですねあの砥石を使って で、えー、先端を鋭く細くしています。なので、これはですね、もうな、結構長いことを使っているので、だいぶ最初の状態よりもこう短くなったんじゃないかなっていう気がしてますので、もうそろそろ買い替え時かなと思ってます。で、この曲がってるピンセットのメリットなんですけども、えー、ま、例えばですね、こういった細かいネジを一つだけつまみたいというような時に、えー、まっすぐのピンセット ですとどうしてもですね、こうつまむときに自分の手とかピンセットで、えー、対象物が見えなくなっちゃうんですね。それに対してこの先の曲がっているものっていうのはこういう形でですね、つかみやすいんですね。こういう感じで。狙ったところにスッと行くんで、まああのー、精密な模型をこれから作っていこうと思うのであれば、えー、この先の曲がったピンセットを必ず1本は用意しておいた方がいいと思います。 はい、えー。それでは次に紹介します工具がこちら。これはですね、旗金という工具なんですけども、まあ、要するにですね、バイスのようなものを挟んでおくものですね。で、どのように使うかというと、例えばこの角材を挟むときに、まあ、このような形でここを動きますので、えー、ここにですね、このような形で挟むんですね。こういうふうに。はい。で、挟むんですけども、まあ、今、ゆるゆるの状態で、あとはこっち側から微調整ができると、こういう感じ。 なので、えー、大まかな大きさを決めて、こっちで微調整をするという感じ。なので、これよりもですね、もっともっと大きなもの、例えば、えー、こういったものをこ,うこっち方向で挟みたいときなんかは、これをですね、まずガバッとこう広げておいて、ある程度のところで止めます。で、これを入れて、こっち側からこれを締め付けていくと。はい、こういう感じでこれを止めることができるんですね。こういう感じ。 なので大きさを自由に変えられ、ある程度の幅で変えられる上にですね、えー、この締め付けトルクをすごく小さいハンドルが付いてますので、繊細な、えー、締め付けトルクを決めることができると。なので、まあ例えばなんですけども、すごいですね、精密な工作をしていて、例えばこのネジとネジをここでこうくっつけたいなんていうような時なんかは、この 型金をですね、まずこういう形のバイスに固定して、こういう感じですね。で、こちらでその精密な作業を行っていくようなことができます。ちょっとやってみますね。まずおおよその長さを決めます。で、まずですね、おお,およその長さが決まったら、あとはですね、この対象物を入れて、かなり軽い力で締めることも可能なので、 はい、えー、このような感じで非常に繊細な力加減で、まあ、あの、挟み込んだりですね、固定したり、えー、微調整が効きますので、あの、精密な工作するときに高いものではないので、旗金というのはですね、まあ、このぐらいのサイズのもの2本ぐらい用意しておくと非常に重宝すると思います。 はい、えー、というわけで今回はですね、タイラーとピンセットとですね、旗金の方をご紹介しました。これらの工具はですね、そんなに高いものではないので、えー、これから長くですね、工作していこうと思うのであれば、揃えておいた方がいいかなと思うような工具です。はい、えー、というようなわけで今回もですね、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。